はい、おはようございます皆さん。今日はね、ガーリックシュリンプをちょっとやっていきたいと思います。まあこれね、でフライパンでいいっていうんで、まあスケレットでやっていこうと思います。油ちょっと引いて、でとりあえずこれで7分炒めようかなと思います。まあガーリックシュリンプなんてね、また珍しいもんとか、この材料別々には食べたことあってもこんな感じで食うことは、ないと思うんでね。多分一回熱入ってる商品だと思うから、そんなに
ちょっと様子。この他にもね、ホットプレート動画やってたりとか、まあ肉焼いたりとか、スキレットで、なんか、料理作ってるっていうか、なんか、既製品を割と、まあ業務スーパーのものとか、割と簡単にできる既製品のものをちょっと焼いて食べてみたりしてるんで、よろしければ他の動画もどうぞ。で、これからも、まあ、美味しそうな動画作っていけたらなと思うんで、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。はい、そろそろいっかな。じゃあいただきます。まあ、ブロッコリーとエビとポテト、いただきます。まあ十分火入ってると思うんで、いただきます。ブロッコリーから、うまい。エビ、見た目通り大きくて美味しい。ポテトもね、ちゃんと味がついてて美味しいです。うまい。エビも好きなんだね。美味しい。それじゃあね、今日はこの辺で失礼しようと思います。最後まで見てくれた方ありがとうございました。今日はこの辺で失礼しようと思います。ありがとうございました。失礼します。